皆さんこんにちは、日本語の森の荻原健人です。はい、皆さん、さっきのは誰の声でしょうか？コメント欄で書いてみてください。今日は6回目、おかげとせいれ、この2つを勉強していきます。この2つの意味は、何かがあってこういう結果になりましたっていう時に、おかげでとかせいれっていう風に使います。はい、これが接続です。皆さんちょっと止めて見ておいてください。おかげでとせいれは名詞も形容詞も動詞もすべて使うことができます。同じですね、同じですと。じゃあまず何が違うか見ていきますけど、おかげとせいれ、ね、おかげで、おかげでとせいれ、おかげでっていうのはポジティブです。いいことです、いいこと、とても良い、ね、とても良い、それをポジティブっていう風に言います。すごい笑顔ですね、笑顔、笑顔はポジティブです。その反対、せいでっていうのはネガティブです。ネガティブね、悪い時とかはネガティブになります。悪いのがネガティブなので、おかげではいいこと、せいでは悪いことっていう風に覚えておいてください。あー、暑い暑い、あー暑いな、喉乾いたな。おう、暑い暑い、マジで。小さん、水ありますよ。ケント先生のせいでびしょびしょだよ、ケント先生のせいで。シンシン先生、びしょびしょになってましたね。悪いことなので、せいで、ね、ケント先生のせいでびしょびしょだよっていう風に言います。それじゃあ具体的に例文をいきますよ。ハニー、君のおかげで僕は毎日幸せです。はい、ここで幸せって言いましたね。幸せ、いいことですか悪いことですか？いいことです。幸せはとてもいいことです。なのでおかげになります。おかげ、君のおかげで、君がいてくれるおかげで僕は幸せです、ね、皆さんが見てくれる、皆さんのおかげで僕は幸せですと。で、その反対に、君のせいで僕は幸せじゃないんだよって言います。この時はせいでっていう風に使っているのはなんで？幸せじゃないって言ってますね。幸せじゃない、マイナス、ネガティブ、悪い意味です。この時はせいでっていう風に使います。いいですか？じゃあもっと例文いきますよ。おー、みんな元気？元気元気元気？おー、いやいやいや、久しぶり久しぶり久しぶり。いやー、今日は楽しいね。いや楽しいね、そうそうそうでしょ、楽しいね楽しいね。すごく楽しくなりましたね。こういう時に、彼が来たおかげですっごく楽しくなったっていう風に言います。楽しいっていうのはポジティブ、いいことですよね。なのでおかげっていう風に使います。その反対に、彼が来たせいでつまらなくなったっていう時には、つまらないっていうのは楽しくないということです。なのでネガティブ、悪い意味になります。ここでは悪い意味なので、せいでっていう風に使われます。なのでおかげでとせいでは、ね、逆の意味を持つっていう風に覚えておいてください。もうちょっといきますよ。テストが簡単だったおかげで100点だったよ。100点っていうのはいいことですよね。100点っていうのはいいことなので、ここおかげっていう風に使います。おかげ、ね、テストが簡単だったから100点でしたよっていう意味ですね。もう一つ、テストが難しかったせいで0点だったっていう時には、0点っていうのは悪いことです。なのでせいでっていう風に使
います。簡単ですね。で、もう一つ皆さんに教えたいのがおかげさまです。おかげさま、これは日本でよく使われる言葉で、おかげさまっていうのがセットになっています。おかげさま、ありがとうって人に伝えるときにおかげさまでっていう風に使います。ちょっと例文見てみますよ。ねえねえ、はい、元気？もう新先生が薬をくれたので、うん、おかげさまで元気になりました。あー、よかったですね、はい、いや、どういたしまして。ケント君、 JLPT の試験はどうでしたか？合格ですか？はい、おかげさまで合格しました。さまって目上の人、年上の人につけるものですよね。なのでおかげさまっていう風に言った時はあなたのおかげでっていうのと同じ意味です。おかげさまで元気になりました、あなたのおかげで元気になりましたっていう風に気持ちを込めて、ね、気持ちを大きくする時に使います。おかげさまで合格しましたも同じです。先生ありがとう。なので皆さん、もし JLPT に受かったらおかげさまで合格しましたっていう風に教えてください。あとはおかげさまで理解できましたとかね、コメント待ってます。最後4つ目なんですけど、今までおかげっていうのはいいことって教えてきました。いいことっていう風に教えてきたんですけど、皮肉、皮肉で使う時もあります。この皮肉って一体何かっていうと、気持ちを悪く、意地悪く相手の悪口とか悪いことを言う時ね、相手の悪いことを言う時に皮肉っていうものを使いますね。悪いことを言う時です。悪いことを言う時なので、ネガティブな意味の時にもこのおかげでっていう風に使うことができます。ネガティブな意味でおかげっていう風に使うと悪い気持ち、マイナスを強調します、強くします。どういうことかというと、皆さんこんにちは、日本語のメイドのハケートです。これが皮肉です。いいですか？わざと僕の真似をしてこういう風にやるのが皮肉です。皮肉、いいですか？例えば、もう彼が来たおかげでつまらなくなったよね、彼が来たせいでつまらなくなったよ、よりもっとない、もう彼が来たおかげでつまらなくなったよ、より強調されます。おかげでっていう風に使うと。あとは、あー暑い、暑い、暑すぎるおかげでもう汗びしょびしょだよ、気持ち悪いっていう時もおかげでっていう風に使った方がもっと悪い意味、ね、気持ち悪いっていうのが伝わります。ねえねえねえ、健太先生、はい、女の子には何を言って告白すればいいんですか？ムース、はい、言葉なんていらない。え、ただキスをすればいいんだよ。キスか、オッケー。じゃあ行ってきな。はいはい、頑張れ。行きます。はい、マカナちゃん、実は、え、なに、やめて、やめて。え、どうしたの、ムース？ケント先生のおかげでひどい目に遭いましたよ。はい、ね、もうビンタされてましたね。ビンタって言います。ビンタ、殴られることですね、顔を。その時にもケント先生のおかげでひどい目に遭った、ひどいことになったっていう風に言います。より強調される、ひどいっていうのが強く伝えられます。じゃあ今日のテストいきますよ。日本語の森のほにゃらら JLPT に合格できた。はい、おかげでかせいで、どっちが正しいでしょうか？コメントを待ってます。それではまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。